こんにちは、上野チャルメーラの戸田です。上原です。今日は上チャル×アーティストの第1弾ということで、サウンドデザイナーの津島辰樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、そんなまあ固くなら違うじゃん全然違う、さっき足踏んでたじゃんいつもの感じ。そうで、私たちはその大学の時からの付き合いなんですけど、ツッシーって呼んでたので、ちょっとここからはツッシーって呼ばせてもらおうと思います。ツッシーと私たちウェチャルの出会いといえば、そうだね、ウェチャルの女子3人、私とだと金光は寮に住んでいて、その男子寮にツッシーも住んでいる、それで出会ったんだけど、なんで出会って作曲をお願いするに至ったのかを本当に記憶がない、覚えてないね。覚えてないけどね、なんかすごい入り浸ってたよね。302って覚えてるぐらいだから302に入り浸って、何の仲間で入り浸ってね、何最初は覚えてない。でも多分戸田ちゃんが先だったと思うんだよね。こういう面白い人たちがいるから作曲お願いしようって言われてきた。そこが最初。そうかそうか、そうそうそう。でもね、とにかくその津島くんと、それから小前くんっていう同期のその2人に、私たちは主にそのウェチャルの曲の、まあ、オーバー4人の編成がないので、作編曲をもう丸投げして全部お願いして、オーバー4本なんて書いたことなかったよね。オーバー4本ないじゃんないない、ね、稼働して3本の曲があるけど、るもない、そう、うん、ないし、うん、なんかその4人の音も聞いたことないし、どうすればいいのかわからない制限が多すぎる。でもそうとは思えないんだよね。今でも、ね、使わせてもらってるから、私たちのなんか動画の一番最初の動画、あの花のワルツ、あれも津島くんの編曲で、懐かしい懐かしい、おしゃれなんだね。おしゃれなんだね、本当におしゃれ。そうそうそう、本当にね、一言がなんかすぐわかるね、津島、うん、津島だなと思って。ねえ、いやなんか本当講師ともにいろいろ一緒にやらせてもらったけど、岩手とか行ったよね、一緒にね。あれね、懐かしいね。しずくし。そうそうそう。しずくし行って。ちょうどあの震災があって、で、戸田とも岩手じゃん。うん、で、僕が宮城、仙台で。うんうんうん、これちょっと地元を元気にせなあかんみたいな。まあそういう感じで行って、なんか食べ物とか美味しかったし。美味しかったよね。なんか温泉行ったの覚えてる。あ、温泉行った。いろいろ楽しかった。思い出してきた。ねー。楽しかったね。そう、それで、で宮沢賢治、あの岩手 の、うん、あの有名な作家さんの宮沢賢治の、なんだろう、曲を編曲してもらったり、うん、もし宮沢賢治が今あの生きていたらどういうことを思うかっていうのを、ね、うん、震災が起こったことに対してどう思うかって言って、津島にお願いして、うん、宮沢賢治の祈りっていう曲を、うん、すごい しみるしみるよねお客さんからもすごい好評で、好評で泣き泣いたとかいう、そう、まあ、ありがとうございます、ね、うん、私の結婚式の時も、ね、あ、そう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 、サプライズでやったんですよ、うん、あのウェチャルが楽譜がなくて、当時アナログだったから紙の楽譜誰も持ってなくて、で私が昔撮った DVD から超本打って4本の楽譜に起こして、戸田ちゃんが多分持ってたんだけど、持ってないから聞けないってなって、それで頑張って4人で、高級だった。泣いたね。高級だった。あれは死にました。はい。ね、岩手にも行ったし、本当いろんな思い出があるんだけど、私たちは芸大の大声家で、うん、津島くんは 作編曲って言ったんだけど、作曲家ではなくて、音楽環境創造家のプロジェクト1、ワン、そう。というところの、うん、コースになる。いまだに、そう、どんなところなのか、多分皆さん分からないと思うので、ぜひ。全容は実はまあ卒業した今も分かってる。そうなの？一応その音楽が結局そういうこと。なんかその後変容してるんでしょ、いろいろ。そうか、今結構僕たちがお世話になってた頃の先生がいなくなってしまってるっていうので、またすぐ変わってるらしいんだけど、僕がいた頃はその通称音感っていうので、その中に作曲の人とアートマネージメントとか、あと録音系とか身体表現とか社会学みたいな、うんうん、そういう、 5つあった、そう5つあって、うんうん、でその音感に入学した人は入学した後に、まあ、夏ぐらいだったかな、それぞれ好きなのを選べるみたいな、うん、あ、そうなんだ、それで専門が始まっていくんだけど、その中で僕はその作曲のゼミにいた
なるほどね。なんか面白かったよね、うん、他の人とすごい付き合い、うん、付き合いが多かったね。みんななんかクリエイティブで、うん、なかなかすごい面白かった。そうか、じゃあ作曲家って言ってもその普通の作曲家とはまた違う勉強をしている音感の作曲家。そうね、なんか ベースになる部分は共通してる部分もあるかもしれないみたいな、まあ、和声ですよね。だけどその音感のすごい特徴的な部分としては映像のための音楽っていうのがあって、現代にアニメーション専攻ってあるじゃん、横浜の大学院っていう、あの人たちが修了制作で毎年アニメを作ってるんだけど、うん、そのアニメに音楽とか効果をつけるっていうのがその課題みたいなのが毎年あって、それがすごい特徴的だったかな。クラシックだけじゃなくて、そうそう、現代にも通じる、うん、なんかその演奏を頼まれたりとかしたりもしたな、うん、そうだね、したね、なんかそうそう、いろんな方とかにもね、そうそう、本当はなんかそこからつながりが生まれたりすると思うんだけど、そうじゃなくて、なんかその前なんだよね、量謎なんだよね、きっかけが分かんない、面白いね、まあ、そういうことで、もう謎は謎のままでね。で、実は今回会ったのが卒業2014年あたりに、そうみんな卒業したりしなかったり、みんな卒業の、はい、バラバラなんです。2014年に卒業したとして、その後7年ぶりに会ったんですよ、ね、たった今ね、しかもね、たった今たった今来て、そう、えってなって、そしたら身長が伸びてた、なんだか分かんなかった、そう、うっかり成長に本当に伸びたんだよそう、本当に2センチぐらい、いや、2センチの差は大きい分かんなかったね、そうそうそう、で、卒業後がだから全くね、何やってるのかなっていうのがちょっと気になった、うんうん、そうだよね、そもそも僕留年してるから僕が卒業したのもみんな知らないと思う。そうだよね、金光と一緒、実は金光と一緒留年してるからあれは同期の、え、そうか、それ言ってないもんね、うんうん、そうそうそう、あ、で、ひっそりと芸大卒業した後に、うん、僕は東大の、大学院、なんか噂では聞いたけど、そうそう、本当なんだ、噂なんだ本人が言うのは本当だ東大に、まあ、中退してるんだけどね、中退そう、なんかそもそもなんかただ音楽やっててもなんか自分結局何すればいいかよく分かんないなと思って、なんかでも、言ってた、覚えてる、で、結局なんかもっと歴史とか文化的側面は本読んで勉強しますみたいなやった方がいいかなと思って行って勉強してたんだけど、まあ、それはそれで結局何やってるんだろうよく分かんないなってなってやめちゃって中退して、まあ、でもその在学中にあの企業から内定もらってたから今はそこでずっと仕事してる。すごい経歴ねえねえ、そんな、なんか東大に行くようなこともある人だと思ってたよね、一緒に岩手行ってオフを見すぎてねえ、ね、大体夜中にしか会ってなかった、ね、そう、なんか作曲の依頼とかもギリギリになったりとか、確かにそう、結局住んでるとか一緒だから そ, う、ね、その場で受け取れたりするから、なんかもう、そう、制限時間がないから、そうそうそう、夜中に行ってた気がする、受け取ったり、ね、お願いしに行ったり、すごい人でした、みんな夜型だったしね今もなんだけど、そうですね、OK じゃないそう、すごい人なんだね、本当にすごいですね、今働いてるのがサウンドデザイナーとして、そう、なんとなくは聞いたことあるけど、どういう職種なのかちょっとよく知る。ね、まあいろいろあるんだけど、僕がやってるのはゲームのサウンドデザインで、まあ、ゲーム作るじゃん、歩いたりした時の足音とか、風が吹いた時のヒューとか、作れるものなんだ、そうそうそう、ああいうのをもちろん録音したりして、それをうまいことゲームの中でできるようにしてる、その例えばある風の音とか撮っただけじゃ使えないんだよ、そうね、それをどうするの、ね、まあ、いらない成分、ちょっとノイズ乗っちゃったりするじゃん、よく iPhone でさ、そのままストレートでボボボって、ああいうのを取り除いたり、純粋に、そうそうそう、なるほどね、なんか本質が分かりそうな面白そう、まあまあ、楽しできる、楽しいもできる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 、まず MacBook 買えばいいか、 MacBook ね、ちょうど買おうとは思ってる持ってるけど、じゃあできる、いや、もうできる、いや、そんなね、そんなことじゃないんで、本当は東大行ってんだよ、そうだよすごい人なんだよね、すごい人って伝えられたかな、
聴者、視聴者ってことわかりました、わかりましたすごい人なんですけど、あの今後もね、ウェチャルにまた曲を提供していただいたり、編曲していただいたらいいですか。もちろん、なんか最初の出会いから言うと10年ぶりぐらい、10年ちょいぶりなんだけど、なんか10年経ってもまたこうしてなんかできるっていうのは嬉しいし、今日場所行っていいのかな、新大久保降りて、ダークの場所だったらしい、第1回の定義、そうそうそう、でも駅めっちゃ変わってたでしょ。え、そう、ねえ、わかんない、大きくなんて2回スタバできたり、あ、え、スタバの定義、ね、それは知らない、そうそう、へぇ、ね、まだまだ紹介しきれてない曲もたくさんあるんですけどもね、これから、うん、今後もアップしていこうと思うので、じゃあ今後ともムーシャルメイロをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。対馬たつきさんでした。